はいどうもこんにちは、ササヤンです。本日もニュースをつっついていきましょう。今回はですねちょっと企画ものになりますけれどもね、不思議すぎて謎謎すぎるですね、ササヤンセレクトのお笑いニュースネタをですね2本ほどねご紹介したいと思います。普段だとねこれ真面目にね論評するに値しないねどうしようもねえなーっていうようなそういった記事なんですけども、ただこれねこうつまんでいく分にはねあなんか笑けちゃうなみたいな、なんでそうなっちゃうんだろうなみたいな、そんな感じになってねこう心がねほっこりするみたいなんで、そういったものをですねまあ2本ね、立て続けに今回ねご紹介していきますのでよろしくお願いいたしますね。で、まずね不思議で笑うネタ1本目なんですけども、では早速見出しがですね、本田圭佑共同通信がヤバい放火、日本中国批判参加拒否、配信巡り…ということで、では早速本文を読んでいきましょう。共同通信が6月6日に配信した日本中国批判に参加拒否、香港安全法をめぐる共同声明、習主席訪日実現に配慮か、欧米諸国から失望の声との見出しがついた記事について、菅官房長官は8日の記者会見で、米国や英国などの関係国は我が国の対応を評価しており、失望の声が伝えられているという事実はないなどと否定的見解を示した。この配信記事をめぐっては、サッカー元日本代表ミッドフィルダー本田圭佑が7日ツイッターで、中国批判声明に日本は参加拒否って何してるん、香港の民主化を犠牲にしてまで拒否する理由を聞くまで納得できひん、どんだけ一言なんと政府を批判した。その翌日、本田は8日、共同通信がフェイクニュースでヤバい方やったか、政府の皆さんすいませんと発信した。夕刊フジは8日、菅長官の会見を受けて共同通信に対して何らかの対応を取るのかなどと質問状を送った。共同通信編集局は9日、取材は尽くしています、配信内容に関するコメントは控えさせていただきますと書面で回答した。おしまいと。はい、まずこの記事で日本サッカーファンを代表し、ヤタガラスをこよなく愛すササヤンが本田圭佑氏を全力で擁護しますが、この件本来ね本田さんが謝る必要は全くないんですよ。なぜならもともと本田圭佑のツイッターのこの第一声にはですね、この記事が本当なら日本は本気でやばい、この記事がフェイクなら共同通信は本気でやばいという風に書いてありまして、事実ならば日本がやばいですよね、嘘だったらば共同通信がやばいですよねっていう風に書いてあるんですよ。だからこれ一方的に日本政府を責めているんじゃなくて、ちゃんと二つの可能性を明示しているんですよね。だから謝る必要は全くなしで、不思議で笑えるツボというのはこの本田圭佑の、発言じゃなくて共同通信の編集体制にあります。そもそもこの共同通信のフェイク記事、なぜフェイクなのかといえば、これいろいろなメディア、あるいは国会議員だとかですね、あるいは、菅長官も会見で言ってましたけれども、ちょっと見ますけれどもね、これね、G7 で香港問題につき中国大使を呼んで抗議したのは日本だけ、真っ先に発信したのは日本なので、後から突然ね、世界の各国から言われても困惑するというのが、これが真相なんですね。で、ここから笑えるツボになりますけどもね、これ5月の28日、共同通信の配信記事ね、これ共同が配信した記事ですよ。ここにはですね、日本政府は28日、中国による香港への国家安全法制導入に関して深く憂慮している。そして秋葉外部事務次官は中国の江元裕駐日大使を外務省に呼び、こうした日本の立場を伝えた。ということで、共同通信は他社に指摘される以前に自分たちでも国内ニュースとしてこれ扱っていたんですよ。いろんなメディアが共同通信、お前さ5月28日の会見見たよね、中国大使を外務省に呼びつけてクレーム入れたの知ってるよねって言われて、あ、すいません全く知りませんでしたっていうだったらねわかるんだけれども、過去のこのね共同の配信記事を見ると、共同通信自身がそれをちゃんと報じてるんですよ。ちゃんと知ってるんですよ。だから、何のギャグなの？なんか社内で内紛でも起きてるんですかね？みたいな、そんな風に僕は捉えちゃうんですよね。だからおそらくは、欧米諸国から失望の声っていうのはですよ、これ共同通信のワシントン支局かなんかの記事でね、アメリカ発のその記事になってますからね。だから、ワシントンの発のそのワシントンの編集した、記事をそのままね、国内と海外ニュースを連携取れてなかったっていう形で引用しただけなのかもしれませんけどもね、これ原因はね。あるいは、安倍政権をね、こうネガティブに報じたがためにやっちゃったんじゃないのという、そういったね、やらかし的なね陰謀論もあるんですけども、いずれにしろ過去に自分が報じたニュースと整合性を取ってない配信記事っていうのはね、これ新聞屋として何やってんでしょうかっていうね、そういうねもうちょっとねため息混じりのね笑える記事なんですよね
はい。で、本日のね、不思議で笑っちゃうね、2本目の記事なんですけどもね、そのもう一つはソウル経済新聞の韓国版を Google 翻訳で訳したものをお伝えするんですけども、見出しがですね、WTO 提訴、GSOMIA終了で2トラックアップ。随分威勢がいい声がね、出ておりますけどもね、じゃあ本文早速読んでいきますよ。韓国政府が日本の輸出規制を WTO に再提訴し、圧迫を高めている。また、GSOMIA終了を猶予した他の措置も再開することができるという信号を送り、日本の立場に変化を求める狙いがあると見られる。で、途中ね、ちょっとサクッと吹っ飛ばしてきましてね、記事後半になりますけども、3つの素材の輸出規制を前に戻すことは容易でないことも予想される。WTO の最終審である上訴機構が機能停止状態で一審にて韓国が勝訴しても、最終判決は無期限延期にすることができるからである。ただし、今回の措置がホワイトリストの問題を正すために影響を与えるという分析が出ている。輸出規制が継続されると、韓国が WTO 提訴を再開したように、ホワイトリスト除外を維持するのであれば、GSOMIA の断交圧力を日本が受けることになるだろうというものだ。日本は安全保障と密接に関連する GSOMIA 終了カードに敏感に反応してきた。対日圧力を高め、政府はこれをテコに、日本が対話に積極的になるように誘導することが予想される。産業通商資源部は WTO 提訴を再開することを明らかにしながらも、ハイレベルな政策対話など、両国間のチャンネルを通じて日本との議論を継続するという立場を出している。おしまいと。はい。ということで、この記事への論評については、前回ね、見ちゃダメ、ビラ配り禁止法案という動画の後半部分でも述べている通りです。何を述べたのかということを一言で言えば、韓国は手札の見えるポーカーゲームをやってるんだけども、本当にそれで大丈夫なんでしょうかと。ゲームにするにはなってませんけども、本当大丈夫ですかと、そういう内容になっております。でもまあ、それはね、今回の笑いのツボじゃないんですよ。今回不思議で笑えるツボは、新聞の見出しにあります。これもう一回読みますね。WTO 提訴、GSOMIA終了で2トラック圧迫。韓国さん、大丈夫でしょうか？あなた方が今まで言っていた2トラックって、政府は喧嘩するけれども、民間は仲良くしようだとか、政府は冷めてるんだけども、経済は熱くだとか、意味合いとしては相反する2つの課題を同時並行で進める。それはそれ。これはこれっていう意味合いのものでしたよね。だから2トラック外交とね。まあこれ二枚舌外交ともね、巷では言われてるんだけれども。でも今回の見出しは理屈が完全に異なっていて、もうね、わけわかめな見出しなんですよね。これ WTO 提訴と GSOMIA 終了で、これ日本を圧迫するんでしょ？これは2トラックじゃないよね。それはそれ、これはこれっていう意味合いじゃないし、これ相反する2つの課題を同時並行で進めるという意味でもないじゃないですか。これね、トイック300点のササヤンが言うべきことじゃないんだけれどもさ、これは2トラックじゃなくて2アタックじゃないのかなと。ね。同時に圧迫するんだから2トラックじゃないでしょうよと。2アタックか、もしくはこれ言語的に正しく訳せば2プレッシャーじゃないのかよって。ね。そういう話でしょ。もし WTO 提訴と GSOMIA 終了を2トラックで正しくね、これ言葉通りに運用するならばね、WTO 提訴はするけれども、GSOMIA はしばらく放置する2だとかね、GSOMIA は終了するんだけれども、WTO の件はちょっとストップします2だ、みたいなね。そういう感じでしょ？あまりにおかしいんで、最初翻訳が間違ってんじゃないのかなと思って、これ Google 翻訳だけじゃなくてね、別な翻訳もやってみたんだけども、見出しの翻訳はどれも一緒なんですよね。こういうのってミスリードじゃなくて、なんて言えばいいんですかね。こう見出しが不思議すぎて何度もこうちょっと読み返してしまってね、結局、なんなんこれって、ため息混じりでこうね、笑いが出ちゃうという、そういう記事でございました。ということで、まあ、前編笑っちゃう記事なんですけどもね、最近は何やら YouTube での言論活動も徐々に厳しくなっておりまして、今までは通用していた社会風刺に載せた謎かけなんてのもですね、なんだか広告規制の対象になりつつありまして、なので最近ね、激辛スパイスの効いた謎かけというのもできなくなりつつあります。これも世の中の流れなんでしょうかね。最近ね、動画の後半で謎かけがこうパカッと落ちてる、そういう動画ってあれ全部ね、謎かけを喋っていないんじゃなくて喋ってるんだけども、それがね、広告規制のそのなんか言葉にね、引っかかっちゃってるみたいでね、しょうがないので削って、やむなく削ってる、そういう状態があります。だから僕が実際にこのカメラの前で喋ってることの約3割カットぐらいでですね、こう配信できる状態になっているっていうですね。
まあ、正直作り手として全然面白くないっていう思いがありましてね、でも諦めるしかないんですかねということでね、最後は、笹谷の愚痴をこぼさせてもらいましたけどもね、おい笹谷元気出せよと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。笹谷でした。